聞いたこともなか調べてごわすな。何をぼんやりビンタを開けちょっと総一郎、エゲレス戦は目の前やらよ。鉄砲的になりたがつや。すまんすまん。じゃあどう、あいは何ちゅう楽器じゃっとかい。シャミともちごし、なんとも言えん音色じゃ。おはんも聞いたなんか。わいはまっこととぼれもんやらい。弟の総一郎くんとはえれ違いじゃ。そげん褒められると照れるでごわすよ。だいも褒めちょらん。やってピンターわかんねえ。このなんとも緊張感のない薩摩藩士こそこの物語の主人公、名を堀総一郎。名門堀家の嫡男でありながら好奇心旺盛、争いを好まず、とぼけた気性から血気盛んな薩摩隼人においてとぼれもんと呼ばれております。今宵も錦江湾に姿を現した七隻のエゲレス艦隊を襲うスイカ売り決死隊にエゲレス人見たさに参加しておりました。スイカはやはんか、うんまかスイカご飯だ。横浜近郊の生麦村においてエゲレス人商人リチャードソンの一行が
島津久光公の大名行列に馬を乗り入れたため追行していた薩摩藩士によって無礼討ちに遭い殺傷される事件が起こりました。ご存知、生麦事件です。最新鋭アームストロング砲を搭載した軍艦7隻を背にエゲレスは薩摩藩に対し下手人の死刑2万5000ポンドの賠償金を要求する告訴を突きつけました。江戸幕府の弱腰外交の日本人を見てきたエゲレス人たちはこの大艦隊を見れば薩摩藩も腰を抜かして簡単に屈服するに違いないと考えたのです。しかしながらそこは血気盛んな薩摩隼人の国、そんなエゲレス側の思惑などどこ吹く風で、すでに臨戦態勢。エゲレス側の要求に対し、ぜひ上陸していただいてボロボロの交渉を行うでごわす。笑顔の裏には策略あり。薩摩藩はエゲレス側特使が上陸したところを捕らえて人質に取ろうという考え。しかしエゲレス側もそんな誘いを警戒し上陸することを拒否。おいら方はこのやり取りに業を煮やし藩士を呼びつけ次のように言われました。お前は藩内から決死の勇士たちを結集しエゲレスの小卒を皆殺しに失勢7隻の軍艦を奪い我が薩摩の武威を天下に示せ。孫契約はお前らに全て任す。ありがたいお声に81名の藩士が決死隊への参加に名乗りを上げました。小舟に季節のスイカや野菜、果物などをたくさん積み込みエゲレス艦隊への贈答品を運ぶ商船として偽装をし脱藩している間に軍艦内にスイカなどの物資を運び込みます。そうして乗り込んだ後、陸からの一発の大砲の音を合図に船内のエゲレス人に切り込みをかけ軍艦を奪い取るという誠に恐れ知らずな破天荒な計画。彼らはまさにスイカ売り決死隊だったのです。ああ、着いた。スイカはいやはんか。うん、まかスイカバンド。What？ いやー、エゲレス人はふてどな。船もふてが、人もふてど。この戦には勝てんのでアゴアさんか。っていうか、日本語全然通じらんでますよ。なんか、そっちの船の噂、エゲレス語はできんか。なんか、エゲレス語ができるもんはおらんか。もっと話を聞いてみたかでごわす。話を聞いていけんすとか、相手は敵やぞ。友達になりに来たとじゃなかったと。なれるもんならなりたいでごわすな。はぁ、あ、計画は中止ごわんど。ひとまず引き上げおち、訓命が出たぞ。はぁ、あ、おいら方の気が変わったのか、はたまた政治的判断なのか、スイカ売り決死隊の計画は未然にと終わってしまいます。この出来事から1週間後、文久3年7月2日、ついに天保山砲台からの砲撃を火蓋に、薩英戦争開戦と相なります。もはや戦とも呼べん代物じゃ。これが薩摩と世界の、日本と世界の差じゃっとな。
わいには隼人魂は中津や。おいたちは鬼島津が先兵ぞ。たとえ勝てん戦であっても誇りを持って戦おうとが薩摩隼人っちゅうもんじゃろうが。そいはげんねどな。はあ、そげん誇りにしがみついてむざむざ鉄砲の的になるくらいやったらよっぽど向上する方が。おもしてどな。何時や。ちゃんとおい、お腹の船においたんを乗せて倒せ。お腹の総船を撃って倒せ。お腹の住む世界をおいたんにも見せて倒せ。こっちの方がよっぽど重しとか。そうじゃ、こっちの方がよっぽど重しとかと。構造と薩摩の未来は明るかでごわすよ。うわあんと俺もんが何もかけちゃったろげ。最新鋭110ポンドアームストロングを搭載した世界最強のエネルス海軍軍艦7隻に対し、薩摩藩の武装は旧式の大砲と刀と、あとは隼人魂。戦力を調理して、エネルス艦隊の攻撃は2日間に及び、鶴丸城が見ながらを死の海としました。この戦闘でエネルス側の戦死者中傷負傷者50名に達しましたが、薩摩藩の砲台はほとんど破壊され、城下市街地の被害も甚大なものでした。しかし3日目に石炭、食料、弾薬などの欠乏、船体の修理のため英国艦隊が退去、武力衝突はあっけなく終結を迎えることと相なります。